お疲れ様。こっちに。ソフィアについていくと下に続く階段が現れる木の家には上階だけでなくシェルターとして使われる地下室が存在する人の気配や匂いは気が散る原因になりかねないからと準備してくれたものだ明日の朝までここには誰も来ないように結界を張っておく君の無事を祈ってる。 ロード、お前を信じてる。二人と別れ、一人になった部屋。一緒に腰掛けて、ランタンの明かりをぼーっと見つめる。部屋にはベッドもソファーもあったが、そっちに行くと眠ってしまう気がした。数分後、体に異変が起き始めた。熱を出した時のような発汗。それなのに、体の芯は、 冷水を浴びたように冷え切っている震える体に毛布を巻きつけて思考を巡らす別のことを考えていないと倒れそうだふと視界に何かがよぎった誰もいないはずなのに扉の前に人が立っている顔を覆い隠す街灯 皺のよった老人の手。親父右手の人差し指に小さな青い石がついた指輪がはまっている。それは親父がずっとつけていたものと同じだった。王から賜った祈りの指輪だ。その手が静かに手招きをする。幻だと。 すぐにわかったなのに目が離せない一体何のつもりだ親父の姿をしたそれがゆっくりと口を開いたロード疲れただろう少し休んだらどうだ あの日最後に聞いた親父の優しい声と一緒だった思わず息を呑む誰もお前のことを責めたりしない救おうとした命もお前の相棒も誰もお前の優しさを責めることはできないのだから 確かに、その通りかもしれない。ララも、ソフィアも、そしてルークも、ここで俺が倒れても仕方がなかったと言うだろう。よく頑張ったと言うかもしれない。さあ、こっちへおいで、私のかわいい息子よ。幻は再び手招きをしてくれ。 それはできない。息も怠大々に、けれどはっきりと、目の前の幻を否定する。俺は立ち止まらない。勇者だからとか、世界を救うとか、関係なく。エレストロメリアで出会った人を思い出す。ララの顔を思い出す。 魔王がやろうとしていることは、この世界のなんてことない小さな幸せを踏みつぶすことだ。母と子が一緒に食卓を囲む、それだけのことをなかったことにすることだ。俺は、お前がやろうとしていることを否定する。この世界の人々の明日を奪うその行為を。 いい加減その姿をやめろ、魔王。目の前の幻が崩れ、黒い影が現れる。それをやがて人の形を成した。ほう。この状況で私を見破るとは。の度の勇者は見る目があるようだな。白い陶器の肌。 ぬれば色の髪、何も映さない目は、新月の夜より暗い黒。幼い出立ちなのに、人ならざる魔力を宿した存在、魔王だった。今にも死にそうな顔をして、なお私を睨む度胸があるか。恐ろしいほど美しい顔は、笑っているはずなのに、 威圧的で。けれど、目はさらさなかった。一体、何のつもりだお前の意識に隙があったゆえな。様子見だ。手は出さぬ。意図は不明だが、こうして話しかけている以上、本当に手は出さないつもりらしい。殺す気があるなら、 とうにそうしているはずだお前が何を考えているか、興味が湧いた何ほんの気まぐれよ。なかなか楽しめたぞ。言葉とと裏腹に、魔王は興味の下げに語った。その目は、俺すら見ていない。 世界を救おうなどと考えている愚か者には負けるとも私のもとにたどり着く頃それでもなお答えが変わっていないか楽しみにしておこう魔王はそう言うと霧が無酸するように消えたランタンのろうそくが残りわずかになっていた お兄ちゃん,ちゃん <laughs> ララふと気づくとララが目の前に立っていたその後ろにルークとソフィアが立っているよう相棒どうやら賭けにはちゃんと勝ったみたいだなルークが包帯を外したララに噛まれた後は すっっかりなくなっていた吸血鬼になってしまった場合髪跡は主従の証として残ってしまうのだというお兄ちゃんごめんねごめんなさい私のために事情を聞いたのだろうララは泣きながら俺に謝るララが謝ることじゃないよもう体は平気か っかり元気なのお兄ちゃんのおかげならよかった頑張った甲斐があったったく無茶してくれる心配するこっちの身にもなってほしいぜいっててててててそんな引っ張るなよルークに頬をつねられる やみ上がりやぞ、こっちは。ロード、まずは何か食べた方がいい。馬力をかなり消費してるだろう。お母さんがね、おいしいものいっぱい作って待ってるの。一緒に行こう。ララに手を引かれ、立ち上がれ。何はともあれ、腹いっぱい食いたい気分だった。 数日後、体力も回復し、次の目的地に向かうことにした。ララ、準備はいいかうん、大丈夫だよ。ララは、この町を出ることになった。人と同じ生活をしていると、また倒れてしまう。君たち、アルバートのところへ行くのだろう。私から手紙を送っておくから。 ララを連れて行ってくれててっくないかソフィアの提案で吸血鬼であるアルバートのところまで一緒に旅をすることになったここ数日はその準備もあってずいぶん忙しかったララどうか元気でねたまには帰ってくるんだようんお母さん今までありがとうお母さんも 元気でね町の入り口で親子は抱きしめ合った生きていればきっとまた再会できるそれまでのしばしのお別れだよしじゃあ行くかララしっかり捕まってろようん次に目指すはロイセンブルク 道中の無事を願いながらブーゲンビリアを後にした。